の猪狩ともかです。私は日本のアイドルグループに所属しています。2018年強風で倒れてきた看板の下敷きになり脊髄を損傷したのですが、その後も車椅子に乗ってアイドル活動を続けています。日本では私のことを車椅子アイドルとして知っている人が多いと思います。私はどんな時も前を向いて生きてきました。皆さんも辛い時、苦しい時こそ前向きに生きてみてください。そしたら必ずいいことが舞い降りてきます。こんにちは。はじめまして。アジアンボスのウィニーと申します。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今の所属しているグループに関してちょっと教えてほしいんですけれども、はい、どのグループで、どういった役割とか、実際にどういう活動をしているのを。仮面女子は仮面をかぶって活動しているアイドルグループなんですけど、ライブ中にもその仮面をつけてパフォーマンスしていて、中でも4つのチームに分かれていて、私はその中でスチームガールズっていうユニットに所属しています。でスチームガールズはガスマスクをかぶってこうスチームガンをこうプシューっとやったりして、はい、はい、そういったグループですね。どういうきっかけでいつアイドルになろうと思ったんですか？モーニング娘。っていう日本のアイドル、ずっと人気のアイドルグループがいるんですけど、私はそのモーニング娘。さんに憧れていて、その就職活動中にちょっとやっぱりやりたいことなんだろうなって考えて、アイドルやるなら今しかないと思って就職せずにアイドルになりました。今の事務所が初めて受けたところだったんですけど、最初不合格になってしまったんですね。で不合格だからもうダメっていうわけではなくて、なんか見習い生っていう制度がありまして、見習い生としてこうブログを更新したり、あとはカフェで働いたりして、ファンの人がある程度ついたら所属していいですよっていった制度があったんですね。でなので私はその見習い生としてメイドカフェで働きながら、なんだろう、ステージの経験もちょっとずつこう経験していって、ファンの方も少しずつこうつけていってといった形で、5ヶ月後ぐらいに、まあ、正式に事務所に所属できたんですね。体の体調はどんな感じですか？はい、まあ、下半身は全く動かないし、感覚も冷たいとか熱いとかっていうのもわからないですね。でリハビリは続けてはいるんですけど、その動くようになるためのリハビリっていうわけではなくて、その今の生活動作とかをちゃんとできるように維持していくためのリハビリといった感じですね。はい、事故の当日の話を思い出していただいて、うん、何があったっていうのを教えていただけますか？2018年の4月に台風とかではなかったんですけど、すごく風の強い日があったんですね。でその日に私はダンスレッスンがあって、そこに向かっていたんですね。そしたら強風で倒れてきた看板の下敷きになってしまって、そこで脊髄を損傷しました。なるほど。その時はどういう、まあ、気持ちだったんですか？仮面女子にのステージに戻るためにリハビリを頑張っていたんですけど、でも実際に自分がいない仮面女子のライブの映像を見た時に、ここに車椅子に乗った姿で入っていいのかな、かっこ悪くしちゃわないかなっていうのをすごい悩んだ時はありましたね。まあ、今まで結構チームメンバーがいたからこそ自分も戻れることになったと思うんですけれども、うん、はい、どういうふうに支えてもらってきたんですか？入院中は毎月1人1回は
会いに来れるようにっていうスケジュールをみんな忙しい中で調整して会いに来てくれて、ライブに復帰するようになってからも、まあ、私はみんなとはちょっと同じように動けなくなってしまったことが多くて、例えばこうターンする振りがあってもちょっと早くてついていけないとか、フォーメーション移動で本当はこう結構移動しなきゃいけないけど、でも移動できないからこうそこをどううまくやっていくかっていうのをみんなが考えてくれたり、あとはライブ以外でもこうあのお着替えするときにちょっと手伝ってくれたり、そういったもういろんな面でサポートしてくれてますね。じゃんじゃん、はい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 、あ、待って、何です、待って、いやいや、今はここいつも何やるか分かんなくなるじゃんじゃん、今仮面女子ではあのどういう 役割ですか？はい、仮面女子の中のスチームガールズという猪狩ともかちゃんと同じユニットで活動させていただいてるんですけれども、そのユニットのセンターをやらせていただいております。メンバーともかさんが今後もずっとずっと車椅子で生活しないといけないのを分かった時にどういうふうに感じたんですか？いや、もう私の周りの中でそういう事故に遭ったことがある人がいなかったので、もうどうしてともかちゃんがってめちゃくちゃ思いました。はい、逆にその時に、いや、やっぱもう車椅子だからチームでの活動は無理でしょうって思うような、なんかそういう声もあったりとかしましたか？いや、それは全然なくて、でも、もう伊賀ともちゃん自身がすごいみんなと仲良く、ね、誰とでも仲良くなれる性格なので、まあ、そういうのもあると思うんですけれども、やっぱみんなも伊賀ともちゃん伊賀ともちゃんってすごいわーわーやってると思うので、そしてファンの方もともかちゃん推しみんなすごく面白くて、もうなんか見ていてすごくほっこりするんですよ。だからそういう猪狩ともかちゃんとそのファンの方の関係性も素敵だなと思って、多分ともかちゃんもファンの方にすごく支えられてる面とかあるんじゃないかなと思って、素敵だなと思って見てます。パフォーマンスしてる上で、そのちゃんと猪狩ちゃんもあのやっぱメンバーよりちょっと見えにくくなっちゃうんですけれども、ちゃんと目立つ部分を作ったりだとか、やっぱ目立てる部分を作ったりとか、移動しやすいようにっていうのをメンバーでこう決め合ってます。まあ、今車椅子の状態だと思うんですけれども、うん、実際どういうふうにこう踊ったりとかするんですか？今までの振り付けをただ上半身だけでやるといった形ですね。でも最初はその今まではこの足を使ってステップありきの振りだったから、足が使えないことですごく踊りづらかったりっていうこともありましたね。でも最近ではこうみんなとなるべく一体感が出るように、こうみんながぴょんぴょんしてる振りだったらこう頭を動かしてちょっとそれっぽく見せたりだとか、こうなるべくこう肩の向きを揃えたりとかっていうのを意識するようになりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃな日だよ。コロナでね、これだけ入ってるって珍しいです。よくって3分の2ぐらいな感じなので、それが生きがい。
多分皆さんから見てるともかさんもすごいこうポジティブで元気です、すごいなんかもうポジティブになったっていうのが大きいと思うんですけれども、それは実際ずっとそんな感じですか？過去はなんか怒ったりこう悲しんだりしてる感情とかも普通に表に出してしまってたんですけど、なんか意識が変わった時からはもうなんかポジティブなこと、ハッピーなことだけを発信しようっていう風に思ってて、だから怪我した時とかもなるべくこう落ち込んだりとか悲しんでる姿は見せないようにしようっていう思いはありましたね。なんかなんでその日そこ歩いてなければみたいな、多分ずっとすごいこう後悔してる気持ちなんですけれども、そういうふうになんか感じたりとか思ったりとかしてました。もちろんそういうこう負の感情もありましたね。なんかなんでこんなことになっちゃったんだろうとか、もうちょっと一本でも早く電車乗ってればなとかっていうのは考えましたけど、でも時間ってもう戻ってこないし、こう家族からもなんかもう過ぎたことを言っても、もう変わらないし、なんか辛くなるだけだからこれからのなんか明るいことを考えたらいいよっていうふうに言ってもらえて、なんか車椅子に乗ってる女性がごく普通に日常に溶け込んでる様子を皆さんに見せたいっていう気持ちがあって、そういうのってやっぱりまだ日本って車椅子乗ってる方に対してすごく壁を感じてると思うんですよ。でも私が普通に日常にみんなの中に溶け込んでるのを見せることで、ちょっとでもこう距離が縮まるんじゃないかなっていうのはちょっと期待しているところですね。自分の意思でコントロールできない困難に直面している人たちに、うん、一言とか何かメッセージを伝えようとすると、それはどういったことですか？やっぱり私はこう事故に遭って、こう普通に考えたらすごい絶望的な出来事で、なんかもうこの先どうしようって真っ暗になるような出来事だったかもしれないけど、こう前を向いてきた結果、いろんなこう楽しいことだったり嬉しいことが舞い込んできたので、やっぱこう前を向くことやこう明るい言葉を発することって、やっぱそういったハッピーなものを取り込む力があると思うので、こう辛い時や苦しい時こそこう前を向いてほしいなって思います。